はい、10月の文献紹介ということで、TensorFusion Network for Multimodal Sentiment Analysis という表題の文献について、神脇が紹介します。で、それぞれの人の所属についてはちょっと長くて書ききれなかったので、ペーパーの方見ていただけたらと思います。はい、初めにアブストラクトです。で、アブストラクトとして、マルチモダル感情分析についての論文です。で、マルチモダル、っていうのは言語だけじゃなくて、その画像とかあと音声とかも混ぜて、感情分析しようっていうような形の論文です。なので、今回は言語の部分について、多く触れているので、画像とかその音声の部分についてはもし気になる方がいれば論文の方を見ていただけたらと思います。で、モーダル内およびそのモーダル間のダイナミクス、つまり音声とかその画像とかと言語とのその間の関係を、エンドツーエンドで学習する TensorFusion Network という新しいモデルを提案していますと。で、提案されたアプローチはオンラインビデオによる音声言語のキャッシュと付随するジェスチャーと音声に合わせて調整されていますと。で、提案モデルはマルチモーダル、つまり音声と言語と、あと画像を使ったものと、あとユニモーダルといって、それぞれ言語と音声とあと画像、あらゆる感情分析のそれぞれの最先端のアプローチよりも優れている結果となったと報告されています。はい、で、次にイントロダクションです。テキストベースの感情分析を一般化するために、より実世界に近づけて、実装するために言語と視覚とあと聴覚、それぞれジェスチャーのものと音声のものを使いますと。で、この研究自体は SNS など動画とあとはその言葉を発するものとかが組み合わさってきている現代のオピニオンマイニングとか感情分析において非常に重要なタスクが研究分野になってます。で、マルチモーダル感情分析の主な課題はモダリティ間のダイナミクスを表現、つまりその表現された感情っていうものが言語によっては例えばポジティブだけど、その画像とか音声が入ってくることによってネガティブに変わったり、それがニュートラルになったりするというところが非常に重要になってます。はい、で、これが具体例なんですけど、例えば This movie is sick っていう文章があった時に、これは普通に文章単位で考えたら例えばポジティブになるかもしれないし、例えばニュートラルになるかもしれない。さらに、そこのところに表情の情報とか、あとはこれを喋ってる時の音声の抑揚とかを入れてあげることによって、その言葉がポジティブなのかネガティブなのかみたいなのを正確に判断しようっていうような内容です。で、次にデータセットの説明です。CMUMOSI データセットっていうもので、YouTube のムービーレビューからのビデオ一件の注釈付きのデータセットとなってます。で、これに、このデータセットの感情の注釈はスタンフォードセンチメントGバンクのアノテーションスキームに従っていて、感情はベリーネガティブからベリーポジティブの7段階のスケールでついてます。で、スタンフォードセンチメントGバンクっていうものは文で区切られているのに対して、このデータセットは文章のそれぞれのこの境界が明確じゃない音声言語に対応するために意見発案によってそれぞれセグメント化されています。で、また、93人の話し手に2199件の意見発言があって、各動画に平均 23.2 の意見セグメントがあり、動画の平均再生時間 4.2 秒で、発案には合計26,295個があって、読み込みサブネットワークっていうのは、入力としてユニモーダル、つまり感情とか、感情じゃないです、すみません、言語とか音声、あと画像っていうものを
それぞれ入れて、そこから埋め込みを出力するものです。で、それぞれ出力したものを、TensorFusion Layer というものに入れて、そこから、それぞれの相互作用を明示的にモデル化します。で、3つ目で、この2つ目から出てきたものを使って、それぞれ感情推論を行うというようなネットワークになっています。で、この3つ目のタスクに応じてバイナリ分類とか、5クラスの分類、または、回帰に対応するようにネットワークがそれぞれ変更されるような形になっています。で、TensorFusion ネットワークの入力は言語とか視覚、聴覚のその3つのモダリティを含む意見発話となっています。はい。で、次に、言語のところです。音声テキストの揮発性っていう言葉が前のところで出てきたと思うんですけど、例えばこれが例でして、I think it was alright, let me think, yeah, no, okay, yeah っていうもので、最初の部分は実際のメッセージを伝えて、残りの部分は最初のものにこうどんどん付け加えるような形で出てくるので、これが音声言語の揮発性の課題というもの で、これに対するアプローチとしては、この次のスライドのところで出てくるんですけど、各単語区間での話し言葉の豊かな表現なんで、それ完全に接続されたディープネットワークへの入力として使用するものとなってます。で、これが実際に提案されているネットワークとなっています。音声入れる部分についてなんですけど、この部分言語じゃないので、ちょっと軽く1枚で触れさせていただきます。で、画像を使うってなった時に一番必要な情報として、人間の表情の情報が一番重要となってます。で、それぞれの表情は、30Hz でサンプリングされたフレームごとに検出してて、エクマンの表情の感情分類のものを元にフレームワークを用いて抽出していますと。で、また、顔の詳細な筋肉の動きですねを見せるものも画像として抽出していますと。で、音声についても画像とか言語と同様にフレームワークを用いて抽出して、でこの抽出された特徴っていうのは人間の声のさまざまな特徴を補足していて、感情に関連することが示されています。はい。で、次に、TensorFusion Layer っていうのが2つ目の部分についてです。で、従来であれば、視覚、あと聴覚、言語っていうもののそれぞれの特徴が出てきたら、それを一直線にこう連結してパンと次の層に入れてあげるような形で取ってたんですけれども、今回のものでは立体的に組み合わせて、3倍で活性を用いてレイヤーして、2つ目を構成するような方式になってます。はい。で、これが、3つ目のところのネットワークです。2つ目のその層で出てきたものをもとにディープニューラルネットワークに入れてあげて、計算、最終的に第一のネットワークではバイナリーのクロスエントロピー損失を使用する、単一のシグモイド出力ニューロンを用いてバイナリーセンチメートル分離のために訓練されていると。それぞれ第一、第二、第三のネットワークで分類がされています。はい。で、次に結果です。これが、マルチモーダルセンチメートアナリシスで全体のものを入れて感情の分離をしたような結果になっています。で、注目してほしいのが、ヒューマンのところのスコアよりもまだできてない、分類がしっかりできてないっていうところがまず1点と、あと他のものに比べて、スコアが大幅に上がってますと。で、特に顕著に出てるのがこの5クラスの分類のところのスコアが他のものよりも顕著に上がってるということでした。はい。で、次に、2つ目のものはちょっと時間の関係上飛ばさせていただいて、で3つ目のところなんですけれども、これは、言語のところに注目して見た時の結果です。で、言語のところがここの部分なんですけれども、他のスコアに比べて言語のところの、今回の研究の内容がスコアが上がっているというような結果になってます。はい。次に、定性的な分析ということで、実際にそれぞれのこの3つの特徴を生かして、それぞれの文がどういうふうに判断されるのかっていうところですね。で、一つ具体例を挙げてさせていただきますと、2番目のところで笑顔が入ってきて、
表情が笑顔で、で、エキサイティッドボイスの場合はスコアとして、ポジティブの方に触れる。つまり言語だけだとわからないけど表情とか音声が入ってくることによってそれがポジティブなのかネガティブかで、ポジティブに決定できるというような内容になってます。はい、で、最後にコンクルージョンです。今回、Tensor Fusion Network っていうものを提案しました。で、公に利用可能な CMU MSI データセットっていうあの YouTube のものの、データセットに関する、本実験、他のマルチモーダルのアプローチよりも、比較して最先端のパフォーマンスであったというふうに書かれてました。以上で終わります。